デルティックエンジンイギリス国鉄55系ディーゼル機関車は1961年に登場した旅客用電気式ディーゼル機関車の一形式である。ロンドンのキングスクロス駅とエディンバラを結ぶ東海岸本線の高速急行列車向けに設計された。ネイピア社のデルティックエンジンを搭載することからデルティックの愛称で呼ばれる。55型は イングリッシュエレクトリックのバルカンファウンドリー工場に行って1961年から1962年にかけて22両が製造された。機関は小型、軽量活大出力という要件を満たすため、イングリッシュエレクトリックの子会社、ネイピアが開発したデルティックエンジンを搭載する。この機関は対抗ピストンを三角形状に配置したシリンダが特徴で、 魚雷艇など船舶への採用実績があった。55系の量産に先立ち、1959年に d p 1号、デルティック機関車が試作されている。出力は1機あたり 1650HP で、55、型はこれを2機搭載した 3300HP の性能を発揮し、最高速度時速 160km での運転が可能となった。 東海岸本線で従来運用の A4 型蒸気、機関車を置き換えるとともに、加速性能の向上による所要時間の短縮が図られ、急行列車、フライングスコッツマンの牽引機にも充当された。1978年に最高速度時速 200km の HST によるインターシティ125が東海岸本線での運行を開始し、55型は、 第一線から外れて、純速達列車などへ運用の場を移した。エンジン構造の複雑さと保守の困難さ、加えて、車両自体が少数派である特殊性も相まって、1982年までに運用を終了した。大半が廃車解体されたが、6両が博物館や保存団体により保存されている。ABCDEFGHIJ トラックサイドクラシック、1961ブリティッシュ、レールクラス55、デルティックディーゼルロコモーティブ、A ディスティンクティブロアオブコンフィデンス、オンブリテニエスレールズクラブサイドクラシック、2014年2月5日、ABCDE リメンバリングザデルティックス、ローエンラインハット ABCDEF ピップラン、ブリティッシュレールメインラインローコミューティブス、スペシフィケーションガイドザクロウッドプレス UK、 2013年。ISBN 9兆7818億4797万 5478AB Significant Engines in History ハウザネエピア・デルティック・ディーゼルワークス。ありがとうございます。